スペースデブリがどれだけ深刻な問題なのか分かりましたかここからはどんな対策がなされているのかを見ていきましょう一番重要なのがデブリの把握実はデブリのほとんどは地上から監視されていますどのように飛ぶのかも予測できるので人工衛星などは回避することは可能だと言いますただし監視・追跡できるのは 直径10センチメートル程度のものまでで、それより小さなものは追跡ができません。1センチメートル以下のデブリの被害はそれほど大きくないので、1cm から 10cm の大きさのデブリの被害をどうやって防ぐかが問題になります。そのための対策を世界中の科学者が研究しています。第3章では現在進められているスペースデブリ,デブリ対策について。 見ていきましょうデブリに必要な対策は大きく分けて1つは宇宙ごみの分布状況を把握することそして2つ目は衝突に強い衛星つまり防護技術の開発そして3つ目は宇宙ごみの発生を防ぐことそれではまず宇宙ごみの分布状況を把握から話をしていきましょう。 どうやって我々は宇宙ゴミの分布状況を知ることができるのでしょう地上からはレーダーまたは光学望遠鏡を使用しますこの時大きさとしては零点五センチ以上のデブリを見ることができます運用を終了してデブリとなった人工衛星は地上から肉眼でも見えますこのように人工衛星は肉眼でも 確認することができます比較的大きなデブリは市販の光学望遠鏡でも見えます10センチ以上の物体は観測によって追跡可能です追跡可能というのはどこをいつ通るかということが予測できるという意味ですがこの場合衝突を回避することができます観測できても追跡できない場合があります それはデブリのサイズが1 0ンチ以下の場合この場合は追跡できませんので衝突を回避することもできませんでは実際のデブリの監視体制はどう,どうなっているでしょうか主に防衛司令部の宇宙監視ネットワークがスペースデブリの監視追跡を行っていますここでは地球を周回すするべての 直径10センチ以上の人工物を監視追跡しています現在1万5千個以上を追跡していますここで追跡されているデブリはもちろんいつどこを通るか予測できますので衝突回避することが可能ですしかしデブリのサイズが10センチ以下の場合この場合は追跡できませんので衝突を回避することもできません 直径 1cm 未満のデブリはその数数百万個と推定されていますがこちらの場合は壁によって防護することが可能と言われています。ということはこの直径1センチから1 0センチのデブリが宇宙機に重大な被害を与え続ける可能性があるということになります。こちらの写真は日本の監視体制を示すもので。 v i スペースガードセンターですこちらがスペースガードセンターが有する望遠鏡を示す写真です日本スペースガード協会は日本宇宙フォーラムの支援のもとにこのデブリ観測施設を運営しています日本には他にこの日本スペースガード協会が運営する上彩原スペースガードセンターもあります v i と上彩原の違いは 光学望遠鏡を使うかレーダーを使うかの違いです日本の監視体制はまだ試験運用中ですがアメリカの監視体制のように実用化されることを期待していますさて小さなデブリについて見てみましょうこちらの写真は太陽観測衛星ソーラーマックスのサーマルルーバーこれがスペースシャトルで回収されましたが そちらの表面で見つかった衝突痕です。二点五センチ平方の板には約千個の衝突痕が確認されています。宇宙から帰還した宇宙機の表面からも多数の衝突痕が見つかっています。例えば、スペースシャトルの窓もそうですし。ロシアの宇宙船ミール、それから。若田宇宙飛行士によって回収された日本の。 スペースフライヤーユニットなど,もなどの、えー、回収された表面からたくさんの衝突痕が見つかっています。こちらの写真は、えー、ハッブル宇宙天文望遠鏡の太陽電池こちらが同じくシャトルを使って回収されたものですがその表面で発見された衝突痕です。こちらの衛星は宇宙空間間に長い間材料が 暴露されるとどういう影響を受けた受けるかということを調査するために使われた衛星ですその名も長期暴露装置こちらは1984年に打ち上げられ本当は85年に改修される予定でしたがチャレンジャー事故でシャトルプログラムが一時中断されてしまったため逆に長期暴露装置としては非常にありがたい 有意義なデータを返してくれることになったものです直径は約4.26メ,メートル長さ約9.14メートルこのエルデフの表面にも多数の衝突痕が観測されていますではデブリの被害を防ぐためにはどうしたらいいでしょうかこちらは国際宇宙ステーションの危険度を表したものです赤い部分が最も危険な箇所そして 青い箇所が危険が少ない箇所ですよく見ていただくと分かるかと思いますが先端の真っ赤な部分これが日本のモジュールになっています日本は最も危険な箇所に位置していますこういった赤い危険な箇所には衝突防止の対策が施されますその一つの例がこちらの写真です基本的には 守るべき壁の前にバンパーと言われる防護壁をつけますがその効果を高めるために間にいろいろな素材のものがスタッフィングされていますこれが防護壁の基本となっています第二章で紹介しましたようにもしケスラーシンドロームが起こってしまったらデブリを積極的に除去するほか 宇宙開発が継続できなくなります。そこで、jaxa はデブリ除去システムの研究開発を進めています。この研究では運用を終了した、あるいは故障した衛星やロケット、上段などを導電性テザー。これは電気を流した紐ですけども電線ですが、これを使って除去する研究が進められています。こちらの絵はその。 除去の流れを図示したものです実際動画を見ながらこの流れを説明していきましょうこちらが故障した衛星で具体的には緑2号を想定されたミッションになっていますこの故障した衛星にデブリ除去システムが近づいていきます 今故障した衛星は回転していますがまずこの回転運動を止めるために白いボールのようなものを射出してぶつけています。これにより回転を徐々に止めていきます。回転が止まると今度はこのデブリ除去システムはこの故障した衛星に近づいていきます。そしてえ白い筒のようなものこれがデブリを除去する導電性テザーのパッケージですが。 これを故障した衛星に取り付けていきますこのパッケージを取り付けた後導電線を伸ばしていきますパッケージを取り付けた除去衛星は他の衛星にこのパッケージを取り付けるために故障した衛星から離れて他の衛星に向かいます パッケージを取り付けられた故障衛星の方は導電線に電流を流し地球の磁場と干渉することによって抵抗力を発生させ地上へと落下を促進させますそして大気に突入させ燃え尽きさせるという流れですこちらの写真は先ほどのデブリ除去システムの中で 導電性テザーのパッケージを故障した衛星に取り付けるロボットアームの地上実験の様子ですこのように JAXA ではデブリを積極的に除去するシステムの研究開発を続けていますこの研究は昨年12月アメリカで開催された国際的なデブリ除去会議それから今年6月に開催されたヨーロッパにおける デブリ除去会議で紹介され高く評価されていますワオのオンンライン家庭教師いつでもどこでも君の目の前に先生がいるデジタルペンが君の思考力学力をぐんぐん伸ばす40分のサイクルが君の理想の学習時間を作る マオのオンライン家庭教師体験授業受付中